24歳男です。先日学生時代から付き合って、 っていった彼女に冷めたから別れてほしいと言われ別れその2日後には別の男とホテルに行って付き合っていた頃から浮ついた気持ちがあり冷めたんだと確信しましたしかし自分は1ヶ月後の前から大腸がんが見つかってました彼女には言えずにそのまま置かれたのですが2週間ほど経った後に友人経由からがガ,ガンのことを知った彼女から連絡きました自分に対して冷めている彼女が病気のことを知って急に連絡してくるのは心境はどんなものでしょうか罪悪感じゃないですかね要はそのあの自分は正しいことをしていると人は思いたいことが多いんですよ 多分あのもう先にに好きききなななな人がでててていてそれなりな状況になってきた,のでただ、えっ、ー、と、別れてから付き合おうよっていう形にして、一応正式に別れてから付き合ったので、浮気ではないよねっていうので、その自分自身はいい人であるって思い込んでらっしゃると思うんですよ、元彼女の人は。で、ただ、その癌であるっていうことを聞いてしまって、あ、私いい人だったはずなのに、癌の人を振ってしまったっていうのがあって、あの、全然そんな こと知らないし、そんなつもりもなかったんだよっていうので、あの自分自身をすっきりするために連絡していきたいっていう話だと思うんですよね。なので、あの、私は悪い人じゃないんだって思いたいっていうのを、あの、まあ、ストーリーのための材料として使われるんじゃないかなと思いますけど、まあ、とはいえ、あの、なんか、あの、その相手の罪悪感をうまく利用して、よりを戻したい,いのであれば、よりを戻せるチャンスもあるかもしれないので、まあ、話をしてみるのはないんじゃないでしょうか。